Alrighty then. What else do we have to clean up today? Check the schedule. That's right. Let's check. Smiles, okay. 80 smiles. That is cool, the YOLO one. ありがとうございます。
ました。Show me some love. スイッチオン。Yeah. Easy 100. ありがとうございます。笑顔でありがとうございました。ありがとうございます。うまくいったよね。Do the hard quiz. おはようございます。わかりました。うん。はい。I should keep looking at that. I can't remember why she does that. 挑戦堀ラブチェッククイズ。そうですね。それでは参りましょう。クイズスタート。Digital bar. Yatta! Not a cat. Omegai. Therefore.Not hustle. I know it's not hustle. Muscle? Okay. Good. Zenmon seikai deshita. Yarimashita. Arigatou gozaimasu.Let me fix this real quick.
85, okay. お元気ですか。But this bird that's gone stink, Dodo. ほら行きましょう。沢村はるかです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ほら行きましょう。ありがとうございます。どうないです。ありがじゃん。ありがとうございます。ああスイッチオン。イエーイ。ありがとうございます。笑顔でー。なんかありがとうございました。ございます。うまくいったよね。1500 even。Should be it. Okay.The rest are going to these. A check quiz special one.
点盛りラブチェッククイズ。それでは参りましょう。クイズスタート。Now the spawn text is longer. お願い。当たって。よし。No way. I would have gotten that. Oh, it's not a terrible one.I know that. Hedgehog is the only. No. Sybil. Oh, red.Alpha, beta, gamma. Onegai. Nagasaka. Okay, because Tenman guy, I don't know about it. Zenmon seikai deshita. Got it.1500 the most. Well, darn. If I knew that, I would have done most fans from the beginning. Let's do this one. ありがとうございます。90.Okay, I should probably shouldn't have skipped that, but oh well. お元気ですか？Low low. A low low. ほら行きましょう。沢村はるかです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね。ああ。どないです。
いえ。ハルカ、you liar。ありがとうございます。笑顔でー、笑顔。ありがとうございました。ありがとうございました。うまくいったよね。わかりました。うん、はい。当選堀ラブチェッククイズ。それでは参りましょう。クイズスタート。こっちかな。 No。 おー。
That I know is not right. Atatte. VMU. Nice. やりました、ありがとうございます。うまくいったよね。Is there something, is there a trophy for? Level 25. I guess I can eat. Does training count?
Oh my god. What's wrong with that? Oh my god. Thank you.
Ugh, what's wrong with me? All side stories complete. What's this dude? First off, let's save. You up. Oh yeah, this guy likes this song. Yeah!
I should have saved up some of those stories. いらっしゃいませ。Jesus, Haruka. I must follow you. ありがとうございます。いらっしゃいませ。Toughness pin? いらっしゃいませ。Maybe the best setup. You're pretty tough, I remember. Let's try you out.
$6,000. Okay, 6,000 yen. Perfect. Sorry. I thought I could go back in here. I guess not. That place is gone forever. I didn't get to see her stuff. Get that last. Get that last food at Komian. No, not Komian. Komian. Now we'll spoil ourselves. いらっしゃいませ。ありがとうございます。
ごめんね。さっきは忙しそうな時にお邪魔しちゃって。いえ、それでおじさん、いや、桐生さんからの伝言って。あ、そうだよね。その話をしないとね。実は昨日の夜、俺と桐生さん一緒に大阪芸能の社長さんのインタビューを見ていてね、君のドームでのコンサートがキャンセルになったことを知ったんだよ。そうだったんですか。でも桐生さん、昨日の夜はちょっと忙しくてね、君に会いに行く時間がないから俺に伝言を頼むって。それでおじさんはなんて。諦めるな、そう君に伝えてくれって。諦めるな。短い伝言だよね。でも本当は桐生さん、もっともっと君に伝えたいことがあったんだと思う。だけど時間がなかったから、一番伝えたい言葉だけを選んで俺に伝言を頼んだんじゃないかな。諦めるなか。いい言葉だよね。俺は桐生さんと君との関係はよく知らないんだけど、きっと桐生さんは君のことずっと応援してるんだろうね。はい、ずっと、もうずっとずっと応援してくれてます。そうなんだ。だけどよかった、桐生さんの願いは通じたのかもしれない。ドームのコンサートはできなくなっちゃったけど、さっきの様子だと何かいいことがあったみたいじゃない？何かあったの？はい、実はあさってドームでTセットの2人と一緒にコンサートができることになったんです。え、ドームで？よくわからないけど、うちの事務所の社長と大阪芸能の勝也社長が私たちに内緒で計画していたコンサートみたいなんです。だから私本当に嬉しくって。そうか。あ、そういえばさっきおじさんと一緒にテレビ見てたって言ってましたけど、福岡からわざわざ伝言伝えに来てくれたんですか？あ、いや、それは。 No, he's here. おじさん相変わらず人使い荒いんだな。そんなことするなら電話してくれればいいのに。ねえ、そう思いません？あの、はるかちゃん、実は桐生さんは今カムロ町に来ている。ちょっと前の職場のトラブルがあったらしくてね、短い出張みたいなもんだ。そうだったんですか。今は出かけてるけど、すぐそこのビル、ニューセレナって店が入ってるビルに滞在してる。はるかちゃん、さっき桐生さんからの伝言を伝えたばっかりなんだけどさ、そのコンサートどうしてもやらないとダメなのかな？え、どうしてそんなこと？これは俺の勘なんだけど、そのコンサート裏に何かありそうな気がするんだ。何かって何ですか？わからない。でもさ、そのコンサートって急に決まった話なんだよね。だったらなおさらおかしいって。日本ドームでのイベントなんかそんなに簡単に組めるもんじゃないし、絶対なんかあると思わない？まあそれはそうですけど。それにさ、実は今桐生さん大変な時なんだよ。親友だった人が事故で危篤になってるみたいでね。え、誰ですか？それは俺も知らない。でも落ち込みっぷりは半端ない。このままだとやけを起こして何かをしてしまう可能性すらあると思う。あんなに強い桐生さんでさえ大事な人を失った時は心が弱くなるんだ。そんな時もしそばに君がいてあげたら、きっと桐生さんにとってそれ以上の心の救いはないと思う。どうだろう、君はまだ若い。それに
今ここで焦ってコンサートしなくても、またいつの日かちゃんと実力でドームの舞台に立てる時が来るはずだ。今は桐生さんのために彼のそばにいてやってもらえないか。はるかちゃん、ごめんなさい。私は桐生さんのそばにはいられません。はるかちゃん、おじさんは優しい人だから、友達がそんなことになってすごく辛いんだと思います。でもきっと今私が戻っちゃったら、おじさんも私ももっと大事なものを失ってしまう気がするんです。大事なもの？ええ、うまく言葉にはできないけど、自分が信じていたものが壊れてしまうっていうか、その私、おじさんを信じています。だから私はおじさんが苦しんで苦しんで送り出してくれた道を進みます。ありがとうございました。おじさんの伝言伝えてくれて。いや、それじゃあ私戻ります。ちゃんとレッスンしないといけないんで。はるかちゃん、最後に一つ聞いてもいいかい？ん？君、最後まで俺が桐生さんとどんな関係なのか、それに名前すら聞かなかったけど、どうしてそこまで俺を信用することができたんだ？だってそれは、お兄さん、おじさんの友達だと思えたから。俺が？はい、私わかるんです。桐生さんが好きな人ってみんななんとなく似てる人が多いから。似てるか？少なくとも私にはお兄さんが悪い人だとは思えませんでした。それじゃあ答えになってませんか？いや、ありがとう。大丈夫だよ。それじゃあ失礼します。Interesting. やっぱり俺はまだダメダメだね。There's a sub story.First, or not? Or we can. No. Hayakurata. Lisa.How do you do?
gotta fight on her behalf. Must battle her. Wow. Save just in case. Where'd she go? Yes. Accept her challenge. Hit her right away. That's easy. Wow. Thank you.
Yes, there's one up here. We have one more super sub-story to do. いらっしゃいませ。 Eager earrings. Huh. Maybe I won't need this. Let's just go back to something boring.
okay. Haruka. Sorry, friend. Come to whoop your ass again. Got that weird stuck smile on your face though. You hit me with cards. Yes, I remember her. Leader of the hipsters. This will work.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。Punch it right away. Oh, got locked out. There's some trash. Judy.
That was close. じゃあね。はい。8,000, okay. いらっしゃいませ。ありがとうございました。We've had a full battle with him. Oh! Ah! 4,000. Whatever. イリリカ、スドリカ。どうも。すみません。うん。はい。よろしくお願いします。真剣勝負よ。Yeah!
lock me out.8,000. いらっしゃいませ。ありがとうございました。Emma.Screwed me up at bowling earlier. Jacob, how you doing tonight, man? Damn right! She was like my rival. Playing some ranked Apex. Dude, I need to check you out once I'm done. How's your day, man? Pretty good. I was kind of sick this past weekend, so didn't stream this morning like I usually did. But did an afternoon stream, and now I'm just trying to make it up now.
I did get an email saying that I have a phone interview this coming Wednesday. Yeah, man, we'll see how it goes. The job may be too far, actually. It's way downtown Houston and not really good around there, but we'll see. There's nothing wrong with interviewing. Gold rank before I go to bed. Dude, I was trying to find a vaccine, an appointment for a vaccine earlier today. I was coming up zero, so it's tough. 50. Still need mine. So I'll try. Actually, I might try in a little bit again, but we'll see. Oh, I need to beat her too. The girl with the RBF forever. That up on me. How is her spirit high? She punched her in the face. Whoops, you. That was easy. Yeah, man, keep grinding away. I'm right there with you. I'm grinding all these little extra side stories right now. Really gonna use either. Oh. Dude, you're better than me at those at FPSs, man. I haven't found a good one that I really wanted to get to in a while. Since Borderlands 3. Even then I don't wanna pick it up anymore. Who is this girl? I forget. Oh my god, I did not mean to do that. What a waste. Yeah!
Oh my god. Hey, yeah.Hit me. Oh, wow. Now you're dead.2000. Lame. Now, let's eat up and we'll do super last episode.ありがとうございました。So now, I know I just saved, but let me do this one more time.
She looks like an NMB member. One with short hair. Do most for a career, Cyan-A. All right. Not Cyan-A, not Yamamoto Sayaka of NMB48. I forget if they would be active at the time. What? Oh my god. She has Amon level moves. Of course, she would. Uh-oh. I need my points. Yeah, I'm more psychic like this. At least I won. That's it. First, I need to get food first. Then I'll whip fake Cyan-A's ass at everything. I got anything here. Because I don't remember.
right, I didn't. Ooh. Fake Cyanide. Straight up. That's a wrong time to pop that for a while. I'm going against an aim. Or an up. Oh shit. Oh, crap. Oh, I wasn't prepared. I didn't have the right items on. Yeah, there we go. Transformation.
Oh, this is so close. If I win, it's gonna be so close. Even, that's even right there. Yep. Yep. Jeez, but what are her abilities? Hanukkah's got... We go back here... There's not a way for me to level or to get everything. That was Groove Blaster. Okay. I definitely wasn't equipped properly, but well. Need to grind out the rest. Are there any A-level people down here? Would I get more if I... Let's see...
see if there's anything else I could do for him. Okay, I gotta remember. Ow, no experience points. Lame. Okay. So let's grind out these dance battles here. I forget. Fake sign A. Ooh, okay. Let's do dance battle first. Yeah! Oh!
Can't knock her out. Okay. 1500. Okay. So now I have to equip properly. I need to make sure. Go eat. I forget if I ate everything here already. いらっしゃいませ. I think I have a couple left. Fine. ありがとうございました。Okay, we'll save. And we'll fight one more concert battle. Please give me 50 pounds. That bar moves at all. Bar hasn't moved at all, has it? Transform! Yeah.
completing it beats her. I got no freaking experience points. Sorry, Akari. Had to whoop up on you. Need to take a break from fake Cyanae for a while. Your weird ass metal teeth. Do I get more if I finish someone off? I think I do. Ah!
So close. Don't want to whip up on a Akari all the time. Huh? いらっしゃいませ。ありがとうございました。Jesus, I'm not paying attention now. Got distracted. いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。Take you down again. King on.Thanks, Jacob. You have a good night, too. あれ？そうだね。はい。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。 Always sensei take care. I miss you, man. Go to sleep and go study tomorrow morning. Sorry, Akari, I have to whoop on you again. Haruka! よろしくお願いします。行くよ。Not paying attention.いらっしゃいませ。ありがとうございました。よろしくお願いします。負けるわけないじゃない。
damn it. Thinking. Right at the end. Oh, only 1500. Maybe whoop up on a curry. Y'all like giving me crap. Oh! Yeah!
Finish her. Jeez, Zakari. Finish her now. ありがとう。じゃあね。じゃあね。2000 only。Everglow is live right now。Silently see what Everglow wants。いらっしゃいませ。Not really a fan. Where's Mia? Gonna get it. Shion. Arigatou gozaimashita. I should watch more Everglow stuff. Okay, a couple more battles.We should be done. Sorry. Haruka. Watashi kachimasu.Damn it, Akari. Wow. Wow. Totally screwed that up, but oh well.ありがとうございました。よろしくお願いします。
10,000 yen tips. Nice. いらっしゃいませ。 Take down Akari one more time. Haruka. いらっしゃいませ。 ありがとうございました。
お願いします。はい。いらっしゃいませ。Two more? Fuck. Okay. ありがとうございました。 Should be one more Kari battle.Let's go one more time. She better at least hit me once. Haruka! よろしくお願いします。行くよ。Kari. Always at that point. Perfect.
now. ありがとう。じゃあね。じゃあね。Now let's wrap up everything. いらっしゃいませ。ありがとうございました。Okay. None of these. Okay. So now.Now we're gonna save. I'm gonna save and I'm gonna donate all that money to the orphanage. Alright.Part. Making even 400,000. Oh, wait. Uh-oh. Forgot about that.Freaking Sashi over here.
Oh, do I have to go? I have to go to the lesson studio in Kuramocho. Yeah, not this one. Damn it. So glad I didn't dump all my money. Tea set.大丈夫かしら。かなり苦しそうだけど。俺は腕やったが、こいつは脇腹に一発黒取る。ここまでたどり着けたんが不思議なくらいや。病院に行った方がいいんじゃないの？そうした因は山々やけどな。今病院に近づいたら警察に捕まる可能性が高い。そうなれば理由がどうあれ、2、3日は身動きが取られへんようになってまう。それだけは避けなあかんのや。ママには迷惑かけてしまうがな。それは全然いいんだけど。おう、どうだ怪我の具合は。
そうか。それで大吾の方はどんな具合や。そっちも悪い。心臓を無理やり動かしてるって状況だ。今日明日が峠ってとこだろ。しかし驚いたぜ。俺が追いかけてた殺人事件の容疑者と堂島大吾が一緒に東都大医学部に運び込まれたって聞いたときは、てっきり東上会と近江連合の抗争が原因で殺し合いでもしたのかと思ってたが、まさか事件の裏にお前らまで控えていたとはな。あんた、俺らをかくまうようなことして大丈夫なんか。大丈夫なわけねえだろ。バレりゃまた免職もんだな。でもまあいいんだ。俺の刑事人生は17年前の桐生の逮捕から始まったみたいなもんだ。途中退職も桐生、そして復職も桐生。まあ言い換えりゃ、俺はこいつがいなかったら刑事なんて仕事をやってんねんだからよ。立場は違えど相棒みたいなもんちゅうことか。ダチでもなけりゃ同僚でもない。でも必ずどっかでつながっちまう。まあ俺とこいつはそういう因縁ってやつで結ばれてんだろうがな。因縁か。この店もそうさ。17年前も桐生はこの店を出てから事件に巻き込まれ、親友のため罪をかぶった。そしてその10年後、桐生はまたこの店へと戻り、東上界の消えた100億事件に巻き込まれていった。それから7年間常に桐生は裏社会のキーマンとして戦う運命にあった。だがいつもその戦いの始まりと新たな人間との出会いの場所はこのセレナだった。そうだったわね。ここは桐生一馬という男にとって人生の交差点みてえな場所なのかもしれねえな。その通りですよ、伊達さん。秋山、この店は桐生さん、それにその信念に共鳴する人間の交差点。やっぱりみんなここに集まってくるんですね。お前、お久しぶりですね、冴島さん。どうしてお前がここに。実は皆さんに近江連合と東上会の今起こっていることについていろいろと話さなきゃならない、聞いておかなきゃならないことがあると思いましたね。秋山、まさかお前も一枚噛んどるんか。ええ、まあ、うん、福岡で始まり、札幌、大阪、そして名古屋と続いた東上会をめぐるこの一連の事件、それは全てつながっています。七代目近江連合現会長黒沢翼、彼の計画に気づいた三人の男の手によってね。三人の男？堂島大吾さん、それに大阪工業会長の勝谷直樹、そしてもう一人はあの真島五郎さんです。これを真島さんと勝谷、それにパク・ミレイという女性が命がけで計画した愛する人間を守るための証拠です。皆さん、少しお時間をもらえませんか。今回の事件、全ては近江連合の現会長黒沢という男が計画したものです。それはもうご存知ですか。ああ、お前が来る前に冴島からあらがたの話は聞いて。あの黒沢って男が東上会の幹部や桐生、それに身内の渡瀬や勝也を消すためにやったことやと言うとったが。そうです、全ては黒沢の余命が原因で今回の事件は始まっています。東上会の杯外交、それに伴う福岡、札幌、名古屋での幹部殺害、全ては黒沢が描いた計画です。しかし唯一大阪で起こった事件のみが性質が違います。
大阪での事件って一体何なんだ。この手紙です。真島さんがかつて結婚していたパクさんという女性に宛てたこの手紙をめぐって、勝也率いる大阪工業と遥ちゃんが所属する芸能事務所ダイナチアとの騒動が起きてしまったんです。真島の別れた女だと。西島、お前そんなこと知ってたか。思い出したわ。勝也っちゅう名前もパクいう名前もどっかで聞いたことある思ってた。シャバに出てきてから一度真島の口からそんな名前のやつの話を聞いたことがある。おそらくお互いの今の立場もあっていろいろと公にできないところもあったんでしょう。真島さんがかつて結婚していたという事実を知る人間はほとんどいないはずです。で、この手紙がどうしたんだ。これがそんなに重要なもんなのか。その手紙は真島さんがかつての妻だった女性遥ちゃんも所属するダイナチア芸能事務所の社長パク・ミレイさんに宛てたものです。問題はその手紙の消し印。真島さんが札幌で殺されたという日よりも後のものなんです。真島が死んだ後の消し印だと。ええ、しかも手紙の文面は真島さんの居場所を指し示す内容になっている。その情報を知った大阪工業の連中は真島さんはまだ生きているものだと思い、真島さんの居場所を突き止めようとその手紙を奪いに走ったんです。その結果、手紙を持っていたパクさんは非業な死を遂げ、その手紙を引き継いだ遥ちゃんも大阪工業に追われる身となってしまった。ちょっと待て、じゃあ真島はまだ生きてるってことなのか。いや、残念ながらそれはないでしょうね。もし生きているとすれば、昨晩黒沢を追って姿を現しているでしょう。でも真島さんは姿を現さなかった。おそらくこの手紙がパクさんに届いた段階ですでに亡くなっていたと考える方が自然です。兄弟、じゃあこの手紙どうやって真島はパクって女に出すことができたんだ。勝也です。そもそもこの手紙はあらかじめ真島さんから勝也に託されたものだったんです。なんだと。どういうことなんだ。ずっと気になっていたことがあったんです。大阪工業の人間はどこでこの手紙の存在を知り得たのか、それが全く分かりませんでした。そのダイナチェアいう会社の誰かから話漏れたんか。いや、それはありません。パクさんは生前手紙を金庫に保管していたくらいです。手紙を持っているということすら従業員は知らなかったでしょう。じゃあどっから。その秘密がこの写真に隠されていました。これは今から20年前、当時東京でアイドルとして活動していたパクさん、それにその旦那さんだった真島さん、そしてまだアクション俳優として活躍していた頃の勝也を写したものです。なんだと。当時勝也のマネージャーをしていた男から聞きました。パクさんと勝也、それに真島さんの3人は20年前から切っても切れない深い絆でつながっていたんです。俳優を引退した勝也を世話したのも真島さんだそうです。お前さっきこの3人が計画した言うとったけど、そしたらまさか。そう、真島さんの手紙の存在をリークしたのは勝也、それに他でもないパクさん自身なんです。どういうことだ。おそらくその手紙は真島さんと勝也が黒沢の計画に気づき仕掛けたトラップといったところでしょう。トラップ。本来殺されるはずだった真島さんが生きているという情報をわざと流し、その情報に寄ってくる人間が誰なのか、それを見定めるための罠として手紙は用意されたものだったんです。そして敵はまんまとその罠にはまった。誰だったんだその敵ってのは。勝也が会長を務める近江連合直参、大阪工業若頭の金井、それに俺をわざと煽って遥ちゃんが大阪から逃げないよう誘導した府警の刑事、あの黒沢が真島さんの手紙を追っていた人間です。金井って大吾を撃ったあの男か。
子分の金井が裏で黒沢とつながっているということを知った勝也は、自分が真島さんと通じているということを悟られないようにするため、あえて自らもこの手紙を追うような行動を取った。だが実際は金井に監禁されていた遥ちゃんを救い出したり、遥ちゃんの身に危険が及ばないよう先回りするような行動を取っています。きっとそれがパクさんを守りきれなかったことへの償いでもあったんでしょう。じゃあパクは勝也と真島の計画に巻き込まれた犠牲者だったってわけか。おそらくパクさんもこの手紙を受け取った段階で自分の身に危険が迫ることは分かっていたんだと思います。だから事件の鍵を解き明かすためのヒントを、金庫の鍵である万年筆を遥ちゃんに託した。もしものことがあった時、遥ちゃんならきっと自分の意思を継いでくれるに違いない、そう思ったんでしょう。でもなぜそこまで分かっていてパクは真島や勝也に協力したんだ。東条会と近江連合の構想とは関係のない人間のはずなのに。それが彼女と真島さんの絆なんでしょう。多分パクさんは死ぬまで真島さんと会うつもりはなかったんだと思います。生きる世界も違う、いくら愛していても一度すれ違った道は再び交わることはない。だがそれでも彼女はどこかでつながりを感じていたかった。だから勝也を通じて真島さんの近況を聞き、20年前の思い出をよすがにして孤独なビジネスの道を歩んでいったんだと思います。桐生さんと俺らの交わる点がこの店なんだとしたら、パクさんと真島さん、愛し合いながらも別れなければならなかった二人の交差点は勝也だったということでしょう。しかしそれにしてもお前、よくその手紙と写真だけで福岡や名古屋の事件のことまで調べたもんだな。ああいや、実は今ちょっとそのあたりの事情に詳しいっていうか、詳しくなってしまった人間と一緒に行動してましたね。誰だそれ。元プロ野球選手でうちの店の客なんですが、今ちょっと友達のところに会いに行ってます。友達？なあ兄ちゃん、一つ聞いていいか。例えば兄ちゃんやったら、同じ夢を追いかけた仲間が殺された時、夢と復讐どっち取る？ Oh, 復讐ですね、間違いなく。でもそいつが復讐を望んでいないんだとしたら、夢を取ります。そいつの夢も叶えるためにね。それが仲間ってもんじゃないですか。悪かったな、いきなり話しかけて。ほな。 OKThat seemed like the correct answer. Jeez, Christina. Gotta show off that Rolex. ちょっともう、いつもそこでミスるわね。確かにさ、曲の後半で一番動きが激しいとこだけどさ、振りが頭に入ってないんじゃないの？すいません。先生、もう一度お願いします。
厳しいわ。うちのあの二人、性格は褒められたもんやないが、ダンスと歌の実力は本物や。振り付けを覚えるコツも、それを表現するテクニックも知っとる。それに引き換え、はるかの方はまだまだやな。せやけど、あのパクさんが夢を託した女や。なんとしても、あと一日でこの曲をマスターしてもらわんことにはな。せや、なんせもう明日にはドームの舞台に立つんやからね。ドームのコンサートが危険だと？ええ、実は一番皆さんに相談したかったのはそのことなんです。実は遥ちゃん、日本ドームでメジャーデビューコンサートを控えてるんですが、それが危険なんじゃないかと。けど確かあのコンサートは中止になったはず。それが違うんです。実は勝也が手を回して、日程が今日から明日に変更になったんです。しかも遥ちゃんだけでなく、大阪芸能所属の遥ちゃんのライバル T セットとの特別ユニットを組んで舞台に立つと。 T セットっつったら、遥の代わりにコンサートやるっつったあのコンビがあれと組むのか？ええ、多分今も明日披露するデビュー曲のレッスンをしているところでしょう。で、コンサートが危ないチームはどういうことや？多分勝也は遥ちゃんのコンサートが黒沢に狙われているというとこまで読んだ上で、わざと遥ちゃんの公演を中止にさせたんじゃないかと思いましたね。なんで黒沢は遥を狙うんだ？もしもの時のための保険でしょう。遥ちゃんは桐生さんを殺し損ねた時の脅迫材料にするにはもってこいの存在ですからね。確かにあの時黒沢は言うとったな、桐生に遥の心配をした方がええっちゅうようなことを。だがドームでのコンサートはパクさん、そして勝也自身の夢でもあった。だからどうにか開催日を変更することで遥ちゃんの安全を確保し、彼女をドームのステージに立たせようとしてたんじゃないかと。なるほどな。しかしその予定も狂ってしまった。本来なら勝也は昨晩黒沢と決着をつけるつもりだったんでしょう。だが黒沢を取り逃してしまった。コンサートを中止しようにも、当の勝也は意識不明の重体。事態は悪い方向に進んでしまってます。それでお前はどうする気なんだ？明日のコンサート、何とかして黒沢たちの侵入を防ぐ、もしくは延期、いや中止にできないかと思ってます。中止か？まあそうなるよな。ドームでのコンサートなんてことになりゃ、それこそ万を超える人間が出入りすることになる。実際黒沢の侵入は防げたとしても、その一味全員を締め出すなんてことは不可能だからな。正直辛い選択です。実際に俺も今日までは何としても遥ちゃんを舞台に立たせるつもりで協力してきました。ですが黒沢がこの町にいる今、他に選択肢が。ダメだ。桐生さん。動けるのかお前。どんな事情があってもそのコンサート中止にしないでやってくれ。Of course。 お前話聞いてたのか？ああ大体のところはな。だったらわかるだろう、今ドームでコンサートをすることがどれだけ危険なことなのか。分かってる。それじゃどうして？遥が今の話を知ったところで、結局は舞台に立つ道を選ぶからだ。お前もそれを分かってて俺たちに相談しに来たんじゃないのか？おそらく遥を止めることができる人間は俺だけだろうからな。そうです。きっと遥ちゃんはどんな危険が待っていると分かっていても舞台に上がると言うでしょう。でも桐生さん、
あなたが直接諦めろと言えば、彼女はそれに従うはずだ。危険と分かっていても、あなたに彼女を舞台に立たせる勇気がありますか、キリュウさん。おい、キリュウ、お前。俺が行ってくる。Okay, let's end it right here for now. It's only level 20. Thank y'all very much. We progressed a lot tonight.